はい、こんにちは、茂木和也です。今回はお風呂掃除の解説をしていきます。とは言いましても、場所が限られてまして、お風呂場の手すりですね、手すり。ちょっとゴムっぽい感じの素材なんですけれども、その手すりにですね、黒ずみ汚れが目立ってきましたので、それを落としていきました。その解説をしていきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。どうぞ。はい、では解説していきます。我が家のお風呂は TOTO のサザナですね。多分一つ前のモデルだと思います。はい、ではやっていきます。まず使う洗剤、橙の滴です。橙の滴を L 字に曲げた歯ブラシで汚れに塗っていきます。ちょっと見えにくいんですけれども、ところどころ黒ずみが目立ってきているのが見て分かりますかね。そこにですね、塗っていきます。まあ全体的に塗りましたね。裏側も塗りました。それで、まあ動画ではすぐにこすってるかのようにちょっと見えるんですけれども、少し置きましたね。どのぐらいですかね。1分ぐらい放置してから、たわし Z でこすってきました。結構強めにこすってきました。そうするともうこのぐらいでもう綺麗になってますよね。で、最後にですね、普通のバスクリーナー、バスマジックに使いましたけれども、これで、仕上げに洗っていきます。別にここは超人たわし Z じゃなくてもいいんですけれども、またまたまこれ使ってたので使いました。で、シャワーで流して、クロスで拭いて完了ですね。これで終わりです。はい、綺麗になりました。はい、いかがでしたでしょうか。普段も掃除してないわけじゃないんですよ。でも黒く汚れてくるんですよね。バスマジックリンとかでは落ちないんですよ、そうなってくると。うん、で、黒く目立ってきた時にこの橙の滴を使って、まあ、あの通り落としてるんですが、これに行き着くまでにいろいろ試してきたんですよ。塩素系、酸素系、アルカリ洗剤とかいろいろ試してきたんですけれども、あと溶剤も。これ溶剤のグループあるんですけども、でもこれが一番相性良かったなっていうふうに思ってます。多分この主成分の D リモネンって言われる成分なんですけれども、それがうまく相性いいんでしょうね。うん、D リモネンが入ってるからといって必ず黒ずみ汚れが落とせるわけじゃないですからね。うん、なぜかというと濃度が薄いと落ちないんですよ。うん、濃いものを使っていただくということになるんですが、どうやってそこは分かるんですかって話になってくると思いますけど、簡単に分かるんですよ。なぜかというと容器が変わってくるんですね。リモネンは濃度が高いと樹脂を溶かすんですよ。だから濃度が高いものはこのように瓶に入っているか、あとスチール缶に入っているかになるんですね。限られるんです容器が。濃度が薄いと樹脂プラスチックのボトルに入れることができるので、たまにあるじゃないですか、オレンジ成分配合とかオレンジオイル配合とかって、キャッチ表面のラベルに書いてあるものありますよね。それは、樹脂のボトルに入ってるっていうことであれば、いくらそこに書いてあっても濃度が低いっていうことになります、リモネンの濃度が。なので今回の黒ずみ汚れを落とすことは非常に難しいというふうなことが判断できると思いますね。はい、でこの橙の滴は、何もその手すりの黒ずみを落とす用だけじゃないわけですよ。たまたま相性が良かっただけで、メインの汚れは落書き落としなんですね。あとはシール跡を剥がす、取るのがこのメインの用途です。で、落書きといっても厄介な落書きですよ。油性系のボールペンとかクレヨンとかマジックとか、そういったのに効果的ですね。あとはシールはですね、子供がいるとペタペタ貼るじゃないですか。そうするともうベトベトしたの残りますよね。綺麗に入ったつもりでもそういったのがスルッといきますからね。あと、ご紹介してなかった用途でいくと、あれですよ。ヒールマークとか、スカフマークとか言われる。靴の底の擦れ跡にも効果あるんですよね。プラスチックは溶けるっていう話したので、まさにヒールの底とか、プラスチックみたいな感じじゃないですか。あとはゴム。ゴムも溶けるんですね。だからゴムの擦れた、底が黒いゴムの靴なんていうのは、タイルに汚れがつくんですけど、そういったのも落とすことができます。あとは、擦れ跡落ちるっていうふうなことで覚えてもらえれば、白い何かそのものにですね、擦れた、なかなかないと思うんですけれども、黒い何かが擦れた時の、落とすものとして使えますよね。あとあれですね、お風呂のマグネット系の便利グッズあるですかじゃないですか。お風呂の壁にペタッとこうトレーとか、そういったトレーをしばらくくっつけたままにしておいて取ると、黒いのが残ったりしますよね。そういったのも落ちますね。一家に1本あると非常に便利なものです。ということでこれで終わります。ありがとうございました。